こんにちは、神崎です。前回フッ素の話したんだけども、最近ね、往診でもフッ素塗ってくださいっていう話がね、実は出てます。保険の、の中にね、この中にも書いてあるんだけども、高齢者で往診とか行きますよね。そうするとお口の中に小さな虫歯、初期カリエスっていうんだけども、こういうね、歯の根っこがこうやってちょこっと見えてる、この表面に虫歯ができかけてるなというのが見受けられたら、フッ素を塗ってくださいと、でいう形で保険の方が認めてきてます。でこれはね、いいことです。でじゃあ大人にもフッ素効くのかっていうと、効きます。はっきり言います、効きますね。だから効くんで、僕はよく塗ります、はっきり言って。でもちろんね、フッ素はね、保険でできる部分とできない部分と、選定療養っていう部分を使う場合とありますんで、そのケースバイケースによって金額変わります、はっきり言って。選定療養の場合、不食の管理をしてる子供さんたちでは全然ね、金額変わるわけだから。だから全員が同じじゃないです。選定療養の子なのか、それともそうやって往診で塗っていいのかどうかとか、で C の、 虫歯のね、管理をしているお子さんなのか、これによっても全然変わってきます。でそういったのに外れるお子さんの場合は、今度はフッ素自費になりますから、自費で塗るという形になってきます。ですんでね、僕のとこはね、大人の場合はね、基本的に自費になっちゃうから、自費のメンテナンスの日に塗るっていう形でします。だからね、自費でやってますから、そこはね、インプラントのメンテナンスの時に一緒にフッ素を塗るみたいな形で、それはやります。まあインプラントにはフッ素効きませんよ、人工物なんで全部だけども、他のね、歯がね、虫歯ならないようにということで、インプラントのメンテナンスの時に塗ってみたりということはあります。もちろんね、患者さんが嫌だって言われたらそれは塗らないんで、それはもう患者さんのその話し合いでしていきます。だからね、フッ素自体もね、大人の方効きます。で特にね、知覚過敏とか起こった時とかにフッ素って結構効いたりしますんで、よくフッ素って効かないんじゃないかなとかね、虫歯になっちゃうけど大丈夫かな、フッ素って大人も効かん、大人はもうダメだよねみたいな、そんなことありません。子供ほどね、吸収性が高くないけども、大人も十分効きますんでね、心配せんで歯医者さん行ってください。それじゃあまた。